人生で最も貴重な瞬間、それは決断の時である。太平洋戦争は我々に平和の尊さを教えたが、また生きるための教訓を数多く残している。1943年2月、日本軍のガダルカナル撤退が完了すると、アメリカ側の作戦としては最終段階として日本本土空襲が取り上げられた。その決定的要素として B-29 長距離爆撃機が完成したからである。その機能は5トンの爆弾を積み、かつてない5600キロという長い航続距離を持っていた。日本列島はマリアナ群島サイパン島から2500キロの距離に入る。 B-29 の航続距離から考えて、日本本土空襲のためにはサイパン島に基地を作る必要があった。これがアメリカ軍のマリアナ攻略の目的である。アメリカ側はスプルーアンス大将を攻略軍の総指揮官とし、大型空母8を機関とするミッチャー中将の第58機動部隊、スミス海兵中将の第5水陸両用軍団など艦艇総数775隻、かつてミッドウェーを目指した日本海軍の2倍に及ぶ大部隊を結集し、総力をかけてサイパンを攻略することになった。これに対して日本側は、小沢中将が空母9、戦艦7、従順11、軽巡3、駆逐艦32など計73隻、母艦機450機の連合艦隊を結集して、敗戦に続く日本海軍の体制挽回を一挙に図るべく出撃したのである。かつて日本海海戦の皇国の後輩この一戦にありの決意のもとに、タウイタウイ島からサイパンに向かった。やっぱりダメだな。リーチの短い方がパンチは強いが負けた。ああ、今のボクシングですか。日本の艦載機は
480キロ以上飛べる。しかし我が方の行動半径は320キロ以下だ。リーチの長い日本にアウトボクシングをやられたら、こっちは手も足も出ない。しかしリーチの短い選手は敵の懐に潜り込む。つまりこちらから出かけていくより手がない。そのことはスプルーアンス提督がお許しにはなりませんでした。もちろん我が艦隊の使命はサイパン攻略にある。だからサイパン近海を離れることはできない。しかしこのままでは一方的に日本機の攻撃を受けるだけだ。リーチの長いやつにな、むしろ積極的に日本艦隊に立ち向かわれ。あんなに朗らかな連中を殺したくない。おそらく日本の小沢中将はアウトレンジの作戦を考えてるに違いない。敵の兵力はマーシャル上空の偵察写真や捕獲した書類によると我々の倍以上である。これに勝つためには敵の矛先の届かない距離から相手を襲う作戦以外にない。幸いにして我が機動部隊には真珠湾を攻撃したベテラン士官諸君や水星天山等の最新の航空機が配備されている。搭乗員の訓練はいささか未熟であるが、それを諸君が誘導して必勝を期してもらいたい。ところで今後敵さんを発見したらすぐ飛び出すわけですね。そうだ。さあいよいよミッドウェイのお返しができますね。おそらく海戦は明日からでしょう。これから盛大に会食でもして長官の上海の花織娘でも伺いましょうか。そうぞ。よかろう、歌うぞ。なんだ。はい、第三航空戦隊大森司令官から通信が入りました。読んでくれ。サイパンの西200海里海上に敵艦隊を発見せり、直ちに攻撃隊発進。何、ほう、見つけたか。幸先がいいぞ。今話していたばかりなのに。よし、早速発進準備だ。よし、待て。長官、長官、絶好の機会です。長官、今何時だ。午後4時30分ですが、今から発進すれば敵の上空では夕刻だ。はあ、それから150海里戻って帰還する頃は夜となる。飛行隊長。はい。夜間の着艦ができるか。基地ではその訓練をしておらん。攻撃はいいがミスミス殺すことはできん。まだ機会はある。誰かが言ったように明日から忙しくなるぞ。水長に前祝いだと言ってくれ。はい。この部下を思う温情の決断がやがて大きな運命の転機をもたらそうとは誰も気づかなかった。19日午前4時22分、小沢艦隊は昨日に引き続き例のアウトレンジを観光するため索敵機を発艦させた。午前6時30分アメリカ艦隊を発見した。前衛部隊から450キロの地点である。午前7時30分前衛栗田部隊の68機を皮切りに各艦から総勢246機、真珠湾攻撃を上回る大空襲部隊が発進した。長官、珍しいことですね。何が。いつもは前期発艦させた後はすることはしたと言ってドストエフスキーを読まれるのに。ご会長、どうも今日の俺はその気分になれないんだ。昨日の出撃中止のことですか。かもしれんな。お、どうしました。いや、なんでもない。靴の紐が切れただけだ。この不吉な予感はすでにこの頃から当たり始めた。
損の機関、逮捕だ。発射！発射！申し訳ありません。3万4000トンの大砲だ。魚雷の1本や2本でびくともするもんか。今にこのお返しを受けるのも知らないし。ミッチャー中将、少しタバコを控えになったら。いつからわしのワイフになったのかね。頼まれましてね、奥さんに。やれやれ、せっかく海へ逃げてきたのに。危ないところでした。日本のガム島航空隊がこちらに襲撃をかける寸前でした。飛び出されないうちに我がヘルキャット戦闘機が撃破しました。ほとんど飛べるものはありません。これでガム島から攻撃はなくなったわけだ。あとは小沢提督の艦隊だけか。まあそういうわけです。どこにいるかな。いきなり飛んでこられたんじゃノックアウトだ。ついにキャッチしました。日本機の大編隊が西240キロを飛んでいます。240キロ。よし、使用可能の全戦闘機発進。はい。ミッチャー中将は直ちに使用可能の450機の戦闘機を舞い上がらせた。かくてミッドウェー以来の日米艦隊の顔合わせとも言うべきマリアナ沖海戦の火蓋は切って落とされた。電波指令機を持つヘルキャット機は迷わず日本機体を探り当て、まるでハゲタカのように舞い降り日本機を襲った。アメリカ機動部隊上空に達した日本戦闘機群は目標の至近で爆発する新兵器のマジックヒューズ弾で的確に狙われた。アメリカのパイロットたちがマリアナの七面鳥撃ちと言ったのはこの時のことである。かくて小沢艦隊は攻撃第1日に193機を失い、潜水艦によって空母大砲昇格を撃沈された。日本側の戦果としては撃墜17機、戦艦サウスダコタほか5艦を勝破させただけにとどまり、小沢中将は機関を空母随格に移し次の戦闘を再開するまで残された艦船を一旦北西に退避させることにした。これは今日休ませた方がいい。やらせてください、射的の七面鳥撃ち。バカなことを言うんじゃない。昨日はラッキーパンチだ。ミスター小沢は何をやるかわからん男だ。それにとお前にはアリゾナでお母さんが待っている。私のことをそんなにまで。
ミッチャー提督はお前たちのことをみんなご存知なんだ。小沢中将は常に失った自分の部下の最後を手紙の形で弔っていた。くしくも日米両軍の指揮官の部下を愛しその命を惜しむ気持ちは同じだった。参ります。ん、お狭くって申し訳ありません。結構結構。手紙330通ですね。すいません。班長、君のところに何屋節のレコードがあったかな。あ、何屋節。虎蔵があればなおいい。どうなさるんで。こいつはね、虎蔵が好きでいつもうなってた。長官、なければいいんだよ。私がうなってやるよ。一日を退避休養して再攻撃を期する小沢中将の作戦を見抜くようにアメリカ側は追い打ちをかけるべく必死に日本艦隊を追い求めていた。そしてついにミッチャー中将の第58機動部隊から北西350キロの地点に傷ついた小沢艦隊を捉えた。北西350キロというとこの地点になります。昨日のはラッキーに入ったカウンターパンチだ。ラッキーであろうとも敵はよろめいている。連打だ。よし、行こう。参謀長、前期発進だ。長官、それはいけません。今から350キロの往復では帰りは夜になります。分かっている。それに夜間の着艦訓練は受けたことはありません。しかし今を逃したらチャンスは失われ、小沢には立ち直りの時間を与えてはいけないのだ。それでは攻撃した者は帰れません。死にに行くようなもんです。いや、それを何とかして返すのだ。前期帰還させるのだ。戦いとは厳しいものだ。個人の感情を入れることは許されぬ。攻撃のため216機前期発進させる。はい、はい、待て。前期を発進させたら艦隊は直ちに全速力で北西へ向かう。帰りの距離をできるだけ縮めてやるのだ。作敵機から訂正がありました。日本艦隊は350キロの地点ではなく480キロの誤りです。何、そんなバカな。それじゃ往復130キロの余計飛ばなければならん。はい、攻撃機を呼び戻しましょうか。いや、予定通り行かせよう。なかなかやるじゃないか。はあ、しかし無事に戻れんのかな。敵さん、確か夜間の着艦訓練はやってないはずだ。
レーダーでアメリカ攻撃機の接近を知り、小沢司令官は75機を上空に上げて待ち構え、戦艦は主砲を水平にして雷撃機を吹き飛ばし、あっという間に20機を撃墜した。だが勢いに乗ったアメリカパイロットは屈せず、空母ヒヨウを撃沈。空母瑞鶴、巡洋、劉邦、千代田、その他に直撃弾を浴びせた。敵機が去った後、小沢艦隊に残されたのは35機であった。豊田連合艦隊司令長官は敗北を認め、小沢中将に帰艦を命じた。長官、攻撃機の機関第一歩が近接しつつあります。そうか、帰ってきたか。よし、全艦に明かりをつけるんだ。帰ってきた連中に歓迎の火を燃やすんだ。そんなことをしたら敵のいい目標になります。目標結構、パイロットたちは命がけでやってきたんだ。こっちも命がけで迎えてやるんだ。はあ、ブーゲンビル作戦の時、日本の小沢中将は索敵機一機の帰りを待つためにサーチライトを敵前でつけたやつだよ。私は今それを見習おう。水した木も探すように。はい、手配してあります。よし、この戦いは事実上は伝統を誇る日本連合艦隊の最後であり、その後の戦局を決定づけるものであった。しかもこの戦いは日米両軍が対等に戦える最後の機会でもあった。この重要な戦いに双方の指揮官が全く同じ立場に追い込まれ、決断を迫られた。それぞれがその時取った一瞬の決断こそが、両軍、いや両国の運命を左右させる大きな違いとなって現れたのである。厳しく決断を迫られる場におけるヒューマニズムの在り方が、ことの成否を決定的にすることを物語っているのではないだろうか。